はい、えー。本日のおすすめ商品は、ワンボンさんの最新版のスマートウォッチとなります。こちら、GPS と連動さしてましてね、す、え、べ、ー、ての機能が内蔵です。心拍、血圧、血中酸素濃度、歩数、活動量計、また睡眠計測、ほかほか、すべてね、えー の、機能を兼ね備えた健康管理ウォッチとなります。非常にお値段も安くてね、出たばかりで星5の人気商品となっております。値段がなんと聞いて驚く3980円です。これはね、おすすめです。見ていきたいと思います。開封です。はい。まあ私もずっとね、スマートウォッチのレビューをしてきてますが、 あその中でも超おすすめの最新バージョンとなります、えー。これがサンキューカードですね。はい、これが入っております。で、これが日本文のね、えー、コピーの説明書となっております、えー。QR コードからね、まずアプリをダウンロードしてもらいましょう。おこれですね。デーフィットというやつを入れてもらうことになります。 で、これ読んでもらえばね、えー、簡単に誰でも設定は簡単です。はい。で、こちら、本当の、はい、内容物は、こちらがマニュアルですけど、こちら、日本文は先ほどの,あのコピーを見てください、えー。こちら、英文と中国文のみとなっております。こんな感じですね。非常に綺麗なカラフルな液晶で表示されます。で、またね、 日本語対応なんで、アプリも充実しております。で、こちらの方の QR コードからも飛ぶことができます。iPhone、Android 対応となっております。早速、見ていきたいと思います。でね、えー、こちらね、スクリーンが TFT のカラースクリーンとなっておりまして、1.3インチありますね。 1.3インチのカラースクリーンです。まずこれを取ります。シールを取ります。はい、こんな感じです。色はね、ベルトの色はこの、えー、レッド系とブラック系とお水色。はい、えー、まあブルーというかね、薄い水色系が3色ベルトは選ぶことができます。で、内容物は先ほど見せたこちらと、 日本語分のコピーですね。はい。これだけ入っております。で、これが充電器です。充電はね、えー、USB に挿すタイプじゃなくてですね、えー、こういったちゃんと、はい、えー、マグネットで付くタイプです。こちらを、まあ、モバイルバッテリーとか、PC に挿されて、えー、充電するといったものです。最初はね、えー、来た時は充電した方がいいと思います。こんな感じで入ってますね。で、まずこれを取ります。はい。スポンジみたいなのを取ります。 で取、えー、るときはここをね、はい、こういった感じの、はい、えー、非常にね、えー、今度出たフィットビットという,う中国の時計にそっくりですね、デザインが大きさも。で、今までのはここ分厚いですよね、これが薄くなって非常に、えー、スタイリッシュでデザインがいいです。見てもらったら分かります。はい、えー、じっくり見せますね、時間がかかっても。 これいい商品なので1、えー、つの動画で全て10分ぐらいかかってもお見せしたいと思います。ここが各種センサー部分ですね、はいえー。心拍が測れて血圧が測れて血中酸素濃度が測れて睡眠の、はいえー、質の管理もできるといったものです。で、これまず来たら、ね、充電してもらいましょう。えー、方向がちゃんとありますので間違わないように。 こうやって、ここにカチッと。はい。こういった感じで、あとはこれを USB 側の、まあ、ポートに挿してもらえば充電できるといったものですね。ちょっと充電のところもう長くなってもお見せしたいと思います。では早速ね、えー、ちょっとどんな風になるかというとこうまあ、モバイルバッテリーに挿してみます。はい。はい、挿しました。 これが、まあ、充電の様子ですね。はい、まあ。充電も非常に分かりやすいです。こんな感じで、はい。出ますね。で、ここが赤いランプがついてますね。これまだ充電中なんで赤いランプがついてますが、終わるとね、えー、グリーンに変わるのかな消えるのかなそこら辺はちょっと確かめてませんけど、はい。えー、まず充電しましょう。こういった感じで、はい、えー。マグネットでつくタイプです。はい。今出ました。これがカラー液晶面ですね。 tft の1.3インチあって、明るさも設定から変えることができます。はい。で、これね、ものすごく操作しやすいんですよ。こうやって送るんです。はい。で、これが、まあ、何キロいったかっていうやつですね。GPS と連動しまして。で、これがカロリーです。で、これが、はい。レーザーが今出てますけど、はい。心拍ですね。 ちゃんとつけてお試しくださいと出ますんでつけてないとレーザーが切れますそこまで今すごいですよねでこれがはい血中酸素濃度ですでこれ運動系ですねすべて見せますけどこれがメッセージ系でこれがはい、えー、設定系ですこういうふうになりますまあでスウォッチペースはこれだけしか選べませんけどおこの横のスイッチでねまた起動しますし これで送ることができます。タップしてもいいし、スクロールして、こちらにスクロールしてもいいということです。運動系はね、ここタップです。で、歩くとランニング、で、自転車、縄跳び、はい、これバドミントンですね、バスケ、サッカー、はい、こんな風に、えー、これだけ選ぶことができます。で、これを選んで長押しします。すると、こういう風にはい、 カウントが始まりまりす。この時に心拍、えー、と距離と全てがこれに記録されます。止め,止めてもう一回タップするとタイムが止まります。長押しですね。タイムが止まって元に戻します。戻るときはここです。横のボタン。はい、こんな感じでランニング。で、えー、縄跳びにしてみましょうか。縄跳びだと。 はい、これですね。コイルな表示に変わります。で、長押しで止まると。この時、常に心拍も測るようになっております。詳しいことは貼っときますんでね。はい。で、これで終了です。戻ります。これが運動計です。で、メッセージも、これ、まだセットしてないんですけど、こういうふうに、ちゃんと日本文で出ます。また、電話がかかってくると、通知機能と、電話番号、相手の電話番号と名前が表示されます。 はい。その他で、えー、これが設定です。カメラの制御ですね。遠隔でカメラをシャッターを切ったりできます。はい。で、これが音楽制御ですね。で、これがストップウォッチと明るさ調整とリセットと、はい、いう具合になっております。すぐこれ横ボタンで戻ります。もう一回で、はい、ここのメイン画面に戻ります。で、一人で消灯します。はい。こんな感じになっております。 非常に1.3インチのね、えー、大画面カラースクリーンなんで、えー、高精細で、まあ,あ、日差しの強い下でもね、明るさを最大にすれば見えますので、非常に、はい、えー、血中酸素濃度、血圧も測れます。そういったわけでちょっとね、えー、つけて、一番皆さんが気になる血圧を測ってみたいと思います。はい、最新モデル版でね、 え、モニターが見やすくて広い。で、薄くて非常にいいですよね。え、今まで出た中で一番最高です。で、だいたい値段がね、これだったら4、5000円するんですけど、それが非常に、え、4000円を切っての値段となっております。またね、え、クーポンとかついてますんで、それ貼っときますんで、ぜひ見てください。で、これで、はい、自分で変わりますね。 で、これでちょっと測ってみましょうか、えー。血圧を測ってみましょう。はい。しばらくこの血圧を測っております。こんな感じで測ります。まあ、ちょっと高めに出ると思いますね。今、はいえー、動画撮影中なんで、どんな具合でしょうか。まあ、こういったね、えー、時計の血圧とかは、まあ、5、6回ね、 測って一番その中間値を取った方が平均値を取った方がいいと思いますね。はい。刻々と変わるんで、えー、まあ正確な血圧計と違いますんで、まああくまでも参考にするといったところです。はい。ちょっと時間かかってますが、はい。はい、出ました。123の76というふうに、えー、血圧が出ました。そういったわけでね、えー、最後にね、こちらの、まあ、 あもう一度、今度は、血中酸素濃度を測りましょうか、皆さん。そして、えー、シャットダウンして終わる方法、電源を切る方も教えたいと思います。はい、96%。ちょっと、血中酸素濃度は低すぎますね、ちょっと。はい、えー、で、これが正面の、に戻ります。で、この結果というのを教えましょうかね。この血圧の結果は、さらに、これを直すと、はい、えー、測ったのがグラフ化で出ます。 これ一回目測ったやつですね。はい。血中酸素濃度もそこを長押しすると、はい。グラフで出るようになっております。はい。これおすすめのスマートウォッチとなります。非常にね、フィットビットっていう新型のね、えー、中国の時計3万、3万ぐらいするやつにそっくりの時計で、えー、性能もいいです。はい。いろんなね、 えー、スマートウォッチ、えー、レビューしてきた中では、超おすすめの最新版となります。えー、シャットダウンするときは、ここを3秒ですね。長押しです。はい。すると、こういうふうにパワーオフモードが出ますんで、ここを長押し。これで、えー、オフモードになりました。完全に。えー、またつけるときは横。横をですね。3秒くらい押します。はい。これで、ブルッときて、えー、つきますんで。 そういったわけで、ぜひこちら、はい、えー、皆さんおすすめの買おうかなという方には、ぜひ参考にしてみてください。最新版となりますんでね、非常に明るいディスプレイ1.3インチ、機能も多くて操作もしやすいです。ぜひ、えー、おすすめのスマートウォッチ、はい、ウォンボウさんのスマートウォッチ新型のご紹介でした。では、またです。さよなら。